山陽地方は日本の地域の一つであり、本州の瀬戸内海側に位置する地方である。名称は高気ななどの山陽道にちなむ。兵庫県南西部から山口県までの本州瀬戸。平野部は瀬戸内海式気候である。夏は都市部を中心に猛暑日や熱帯夜になる日も少なくない。温暖なイメージとは異なり、冬は呉市や竹原市など、 沿岸の港町を除けば最寒月平均気温も、摂氏2度摂氏4度台と比較的、寒く、東広島市や福山市などの都市部や瀬戸内市、虫明けなど、湾王の港町でも冬日が多くなる。積雪は1冬に1から2回程度は起こるが、20センチメートル以上の大雪になることは少ない。また、北部の山間部は、日本海側気候の豪雪地帯であり、 スキー場も数多くある。山陽新幹線や山陽本線、国道2号などが幹線として東西を貫く。機内と北部九州を結んでいるために、その交通網は日本第二の規模になっている。太平洋、ベルト地帯に属し、神戸市、明石市、加古川市、高砂市、姫路市、愛生市、阿光市、備前市、瀬戸内市、岡山市、玉野市。 倉敷市、浅口市、笠岡市、福山市、尾道市、三原市、竹原市、東広島市、呉市、広島市、廿日市市、大竹市、岩国市、柳井市、甲市、下町市、周南市、豊富市、山口市、宇部市、山陽小野田市、下関市といった臨海工業都市等が帯状に分布している。山陽地方は、外して山陽本線。 国道2号沿いの隣接市町村との間での交流が目立つが、岡山県伊東では、京阪神、下関市、宇部市など、山口県西部では、九州との交流も活発である。また、瀬戸大橋を介した岡山県と香川県の間の交流や、西瀬戸自動車道や高速線を介した広島県と愛媛県の間の交流も見られる。 神戸市、広島市、岡山市、姫路市、倉敷市、福山市、明石市,市、下関市、呉市、加古川市、山口市、東、広島市、宇部市、周南市、尾道市、岩国市、豊富市、廿日市、三原市、高佐護市、辰野市、三木市、総社市、山陽、小野田市、玉野市、下松市、光市、秋郡、府中町人口は、2020年11月1日推計人口の1000人、大以下を死者誤入した数値。日本の市の人口順位。 日本の町の人口順位参照。JR 西日本支鉄、公営、第3セクター等高速道、有料道幹線国道連絡線国道過去。ありがとうございます。